2024年度護衛艦加賀がアメリカへ渡航し、F-35B 戦闘機の認証プログラムを実施する中、台形だった艦首が四角へと魔改造された最大の理由は一体何でしょうか。今回は、海自、ついに、護衛艦加賀が F-35B 満載化、艦首四角への変更は、台形役不足、出雲災害対策の現状と課題とは、を詳しく見ていきます。護衛艦出雲は、能登半島地震への派遣はされていない状況でした。今後、地震災害への対応の変化も詳しく見ていきます。F-35B 戦闘機を艦載しての訓練は2024年度見れるのかな？出雲は認証されていて艦載可能ですよね。日本では、新年の2024年1月1日に能登半島沖地震が発生、正月モードに包まれた列島の雰囲気を一変させる緊張感が走ったが、これまでの阪神淡路大震災や東日本大震災比較すると、地震の規模的には少なくて済んだ。それでも、被災地である能登半島は、山間部や海岸部に、比較的に小規模な集落が散在する、地理的な環境下にあったため、主要な道路が寸断されたことで、救援の遅れが発生、今も予断を許さない状況が続いている。こうした大規模な自然災害の発生に際して、当然、自衛隊の部隊が救援に差し向けられてはいるが、例えば、海上自衛隊で、最大規模の大きさを誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の投入は、今回は行われていない。これについて、政府の災害対策の不備を指摘する声も一部では散見されるが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦のような大型艦艇には、入港が可能な大型の港湾設備が不可欠であり、今回は、その投入が不可能な地域となっている。そのため、物資の搭載量や、その運搬手段としての大型の回転翼機を、最大で14機も運用可能であり、艦内には、充実した医療設備を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦も物理的に用いることができないことは、はためにも心苦しい。1日も早い能登半島の被災地の救助と復興を個人的には望んでやまないが、大型艦艦艇であっても、いかなる事態にも対処が可能ではないという、厳しい現実は、残念ながら日本国民としては受け入れざるを得ない状況である。こうして、能登半島沖地震では、投入が不可能な状況にある海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だが、1番艦出雲と2番艦加賀の両艦は、今も航空母艦化改修工事を現在進行形で行っている最中にある。前述したように出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、現在の海上自衛隊の艦艇において最大規模を誇り、基準排水量で 19,500 トン。満載排水量で 26,000 トン、全長 248.0m、全幅 38.0m という艦隊を備えている。海上自衛隊の艦艇の種別を示す艦首記号では出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は DDH と呼称されており、前級であるヒュー型化を拡大、全通式の飛行甲板を元より完備し、ここからは最大で5機の回転翼機の同時離発着が可能である。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦である出雲は2015年3月に神奈川の横須賀を母港とする第1護衛隊軍第1護衛隊へ、2番艦の加賀は2017年3月に広島の呉を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に配備されている。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事は当然のように進められているが、1番艦である出雲は収益を果たした年の2015年7月に、早くも短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化が報じられた。この時は、そうした報道を、時の日本政府は、否定するコメントを発し、今年で9年前とはいえ、海上自衛隊が、いわゆる固定翼機である F-35 ライトニング 2B 型を運用する航空母艦を保有することに、大きな反対が巻き起こることを懸念していたと考えられる。これは、まさに、
日本国内における海上自衛隊の航空母艦の保有が、まだまだ、一般の国民からのコンセンサスを得ていないとの判断の上で発せられたものと想像でき、そこから、わずかな期間で、大きく風向きが変わったことの証左でもあろう。すでに、中国は、この2015年時点の3年前の2012年9月には、最初の航空母艦となったウクライナから使用用途を偽って入手した遼寧を就役させており、日本を取り巻く外的な安全保障環境は大きく変化しつつあった。これと前後して、個人が所有していた尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島の3島を国有化し、南西諸島方面の防備を強化する方向に舵を切ったが、この決断が中国に影響を与えたことは間違いない。その祖も、尖閣諸島に対しては、1970年9月に、台湾の一部の団体が上陸し、自国の一部である旨の活動を起こしたが、今の中国共産党政府は、台湾は自国領であり、したがって、尖閣諸島も、自国領であるとの前提に立っている。こうした中国側の主張は、自国が、海軍力や海峡局の増強を行うことによって、2000年代以降に、着実に実力的にも強化され、尖閣諸島の周辺海域への恒常的な侵入を繰り返す事態を招いており、危機的な状況を招いている。こうした状況を受け、2016年12月には、日本政府も出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦の航空警護艦化改修を公のものとし、同艦を建造したジャパンマリンユナイテッド社に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を検討する動きを本格化させた。この時点で、尖閣諸島をはじめとする南西諸島防衛に対して、日本政府は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化のコンセンサスを国民から得られたと判断したものと思われ、その既成事実化が一気に進んだと言えるだろう。2018年末に閣議決定された第30期の防衛計画の大綱においては、先のジャパンマリンユナイテッド社に委託した研究結果をもとに、海上自衛隊の既存の艦艇からのストブル機運用、つまり F-35 ライトニング 2B 型の出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦への搭載が規定路線とされた。こうして、航空母艦化改修が決定された出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に対して、防衛予算上では、2020年度31億円、2021年度203億円、2022年度62億円、2023年度52億円が投入され、一気に、その動きが加速していった。そして、2023年末に閣議決定を経た2024年度の防衛予算案では、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修費用として、過去最高額の424億円を投じることが決まり、その大半を占める421億円が、一番艦出雲の改修に充てられる。同様に、2番艦の加賀には、3億円と非常に少ない投資額となっているが、これは、加賀が出雲に先んじて、2021年度末から2024年度末にかけての1回目の工事で、すでに最も大掛かりな監視甲板形状の変更を実施済みであるためだ。加賀は、すでに、2023年4月には、最も費用的に高額な監視甲板形状の変更を終えており、逆に、出雲は、2024年度から開始される工事内容に、この部分を含んでおり、現状では、両艦、ともに、2027年度を、目途に、すべての改修工事を終える予定である。一方、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が、艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型の取得費用は、2020年度が793億円で6機、2021年、27機で4297億円、1機あたりの平均では159億円ほどになるが、全体では、航空自衛隊では、42機の F-35 ライトニング 2B 型の調達を計画しており、
残り15機も2025年度以降の予算に組み込まれることとなる。そして今年2024年には最初の2020年度予算で計上された F-35 ライトニング 2B 型6機が納入される予定であり、配備先は暫定的に宮崎県の新田原基地になると公表されており、初の1個飛行隊が編成させることが予想される。航空母艦化改修が2027年度までには完了するとめされているイスモ型ヘリコプター搭載護衛艦だが、実際に F-35 ライトニング 2B 型を艦内に収容するキャパシティは1最大でも10機前後と言われており、絶対数としては必ずしも多くはない。この点から軍事的な戦力として見た場合、イスモ型ヘリコプター搭載護衛艦の航空戦力は極めて限定的であるというのが実情であり、航空母艦化という形容に過大な戦力投射を期待するのは禁物ではあろう。2023年の新田原基地に F-35B 戦闘機が配備される。また、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストもアメリカで開始される。今回は、護衛艦加賀の最大の変更転換首形状変更でどう変化する最大級のメリットを詳しく見ていきます。F-35B 戦闘機を艦載可能にすることで、南西諸島での中国への牽制が最大化できますし、中国の J-15 戦闘機なら F-35B 戦闘機を少数でも十分対応できます。これは次期空母建造と新進のストブル版を開発で基地化できますが、これできたらやばいよ。海上自衛隊が保有運用中の艦艇の中で最大の規模を誇るイスモ型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、1番艦でネームシップの出雲、2番艦の加賀の2隻が存在しているが、今、まさに航空母艦化改修が進められている。この航空母艦化改修とは、これまで回転翼機の母艦として運用されてきた出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦に対し、固定翼機で、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするためのものだ。こうして出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を完了した後には、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型を運用可能な軽空母となることが目的とされているわけだが、ついに海上自衛隊も航空母艦を保有する組織となる。これまでの政治的な日本政府の立場からすると、1950年代の見解とは、自衛隊が保持しないと表明してきた3つの兵器の具体例に、このイスモ型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化は抵触するのではないかとの意見も散見される。米ソの冷戦時代の始まりであり、かつ太平洋戦争の敗戦の記憶が鮮明であった時期には、日本は自衛のために自衛隊を組織するが、大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器は保有しないと説明されてきた。今回イスモ型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改修を施すことは、ここで言われた攻撃型航空母艦の保有にあたるのではないかと一部の団体から非難が寄せられている状態だと言ってよいだろう。しかし1950年代に挙げられた大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器を自衛隊が保有しないという政治的な見解は、それらがもっぱら敵国の破壊のみを目的とした、いわば大量破壊兵器に該当するからというのが主たる理由だった。確かにこの2023年末においても、
大陸間弾道弾の保有は核兵器保有国に限定されているし、戦略爆撃機に至っては、今や、保有国は、アメリカ、ロシア、中国の三大軍事大国しか存在しないという非常に稀有な兵器と化している。これに比べて、航空母艦は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国は、元より、インド、イタリアなども運用を行っており、おおむね、海洋国家としては、昨今の、世界的な軍事的な状況を鑑みても、保有が即攻撃的だとは言い切れないように思える。そもそも、世界的な軍事の尺度から見て、航空母艦を攻撃的か否かと議論しているような例はなく、日本が当時置かれた1950年代の政治状況の中で、時の政府が苦し紛れに答弁した回答に過ぎないと言うべきだろう。昨今の日本は、中国による南西諸島方面への軍事的な圧力の増大にさらされており、その状態から抑止力を得るための方策の一つとして、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化することを選択したに過ぎない。これは、南西諸島方面において、仮に有事が発生した場合、日本の自衛隊が利用可能な滑走路は、ほぼ沖縄本島にしか存在しないことが問題視された結果だと思われ、この沖縄本島の滑走路が使用不能に陥った場合に備えたものだろう。また、現状では、沖縄本島に配備されている航空自衛隊の戦闘機は、いわゆる第4世代戦闘機とされている F-15J イーグルのみであり、今後、F-35 ライトニング 2A 型が追加配備される可能性も全否定はできないが、地上喪失のリスクを伴う。それは、仮に、現在の最大の仮想敵国である中国との間で武力衝突が生起した場合、沖縄本島の航空自衛隊基地は、真っ先に、中国側の対地ミサイルの飽和攻撃にさらされる可能性が高く、そこに配備された戦闘機は、地上で無力化される恐れがあるためだ。そのため、そうした最悪の場合を想定し、仮に、そうした事態が生じた場合でも、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機としていれば、航空戦力の投射が可能な状態を保持できる。短距離離陸、垂直着陸が可能な特殊な構造を持つ F-35 ライトニング 2B 型は、兵装の最大積載量も、ベースの A 型の 8.165 トンより少ない 6.804 トンで、さらに航続距離も短いが、南西諸島の防衛には、必須の航空戦力となることが期待される。さて、そんな F-35 ライトニング 2B 型の運用を狙った出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事だが、1番艦、出雲、2番艦、加賀、ともに、2023年末時点で、まず、第1回目の主要な工事が施された状態である。2番艦の加賀は、正確には、第1回目の航空母艦化改修工事は、2023年の末までが予定されているが、2023年11月には、出雲に先駆けて、全通式の飛行甲板の先端を拡幅する大工事が完了し、同月中に、一旦、海上でのテスト航行を行っている。2021年度から開始されていた2番艦、加賀の航空母艦化改修工事には、この、最も大掛かりな飛行甲板の拡幅工事が盛り込まれていたため、総額でおよそ260億円を超える工事費が投入され、無事にこれを終えている。逆に、1番艦の出雲は、2024年度より、この飛行甲板の拡幅工事を含む第2回目の航空母艦化改修が予定されており、現時点では出雲、加賀、ともに、2027年度までに、すべての改修工事を終えるものと見されている。航空母艦化改修が、完了した出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する場合、艦内に収容可能な同機の最大数はおよそ10機前後とも言われており、決して、大量の機体を運用するとは言い難い。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートルを誇る、海上自衛隊では、最大規模を持つ艦艇ではあるが、航空母艦として見た場合に大きいとは言えないだろう。
同様に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の艦艇としては、ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦があるが、これらはいずれも満載排水量で4万トンを軽く超過する大型艦である。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦を F-35 ライトニング 2B 型の艦載に特化したライトニング空母として運用を行うケースでは、同機の最大収容数はおよそ20機とされており、こちらも想像ほどは多くない印象ではある。それでも F-35 ライトニング 2B 型のような、いわゆる第5世代戦闘機の戦闘力は、前に当たる第4世代機と比すれば、そのステルス性能ゆえに飛躍的に向上していると言われており、少数でもキルレシオで上回るとめされている。中国海軍の増強の象徴として、航空母艦遼寧や山東が西太し太平洋方面まで進出して発着艦訓練を繰り返す事態がここ数年で報告されているが、これらの航空母艦が艦載する戦闘機は第4世代機の J15 である。したがって日本や在日米軍にとっては、F-35 ライトニング2のようなステルス機を投入すれば優位に立てる状態であり、かつ、また、2023年末に、ロシア・ウクライナ戦争で、ロシア軍の第4世代機が多数撃墜された事実からも、同様の展開が可能だろう。少なくとも、日本もライセンス生産にて装備するペトリオットのような防空ミサイルは、第4世代戦闘機に対しては非常に有効であり、その航空機に対してはおよそ 200km ほどとも言われる射程距離内ならば、高い確率で撃墜が可能と考えられる。そのため、南西諸島で中国軍と対峙する場合の航空上の脅威は、陸上の基地に配備された中国国産の第5世代戦闘機と喧伝されている J20 になると思われるが、そのステルス性能が自称するほどではないことを願ってやまない。潜水艦は、世界の国々の中で限られた40カ国ほどが運用しており、特に地理的な制約を持つ国々にとっては、非常に特殊かつ高価な装備でもですよね。海上自衛隊22隻体制整い、世界が日本の潜水艦に再注目しているのも事実です。今回は、海上自衛隊引き渡し、攻撃型潜水艦世界屈指の太平洋型に再注目、豪州原潜導入前に、ソウリュウホシガルを詳しく見ていきますね。それにしても、オーストラリアの原潜導入にはびっくりでしたね。フランスがもたもたしていたからですね。世界の国々の中で、潜水艦を戦力として採用、配備している国は、2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で、200を優に追える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、
実質的にはさらに熱い戦力を有している。日本は1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で冷戦構造が激化したことで再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで日本は北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備をアメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそアメリカが第二次世界大戦中に建造したガトー級潜水艦の譲渡を受けて潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた砲塩から国産化を再開。ここから今まで建造技術の継承を続けている。この砲塩は三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から収益を果たした朝日、岡田和洋石が建造され、半数の2隻は川崎重工業者の神戸工場がその建造を請け負った。以後この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は現在の最新鋭の太平型に至るまで日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。近年は海上自衛隊の潜水艦は毎年1隻ずつを交互に三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことでその使用年数も22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭艦である太平型は基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界でも最大規模である。太平型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。この太平型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える前級の、そう、竜型の後期2隻の使用を見ることである程度の推察は可能だ。そう、竜型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、太平型では、これに、若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、太平型は通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には艦首部に6門の 533mm 魚雷発射管を備えており、ここから対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は太平型と同時に運用されている前級の、そう、竜型、前々級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを基としている。太平型の収益によって、従来よりも作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後ではそれは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、
大きく装備品の調達方針を変更することを決断したのが2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアは2021年9月に電撃的にアメリカとイギリスとの間で新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのメステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も、6門の 533mm 魚雷発射艦と海上自衛隊で言えば、現在のサイコさんの親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル。全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、533mm 魚雷発射艦を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン追艦ミサイルを、合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月にアメリカとイギリスと新たな軍事的な枠組みオーカスを締結したことで、その全てを白紙撤回することを決めた。オーストラリアがフランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は、様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが方針を大きく転換した理由は、南シナ海を自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。